後期操縦士であるジェット機時代のベルエアクラフトとボーイングでテストパイロットを務めた。ジェット機によるバレルロールを行ったことで最もよく知られている。ジョンストンは1914年8月18日にカンザスシュライアン軍アドマイアの農家で生まれた。ジョンストンが初めて飛行機に乗ったのは1925年11歳の時で、 家族の農場の近くにバーンストーマーが着陸した時だった。15歳の時、新聞配達で稼いだお金で壊れたグライダーを購入した。そして、修理したグライダーを父が運転する自動車で牽引して離陸し、牽引ケーブルを切り離して近くの野原に着陸させた。1932年にエンポリア高校を卒業した後、オクラホマ州タルサにある スパルタン航空学校の飛行機整備士課程に入学した。ジョンストンは学校の飛行機を整備することで学費と総裁した。航空学校を卒業後、曲芸飛行団インマンズフライングサーカスに入団し、操縦士と整備士を兼任した。インマンズで1シーズンを過ごした後、コマンドエアの服用機を購入し、自分で曲芸飛行を始めた。 1934年のバーンストームのシーズンが終わると、ジョンストンは飛行機を売ってカンザス州エンポリアの実家に戻った。そして、高校時代のガールフレンドであるデローレスホネアと再会し、1935年に結婚した。家族を養うための安定した収入を得るために、数年間映画館を経営していたが、やがて航空業界に戻りたいと思うようになった。 カンザス州立大学の航空工学課程に入学したが、1939年に退学し、アメリカ陸軍航空隊の民間人パイロット、養成プログラムの教官になった。アメリカが第二次世界大戦に参戦すると、ジョン・ストンは陸軍航空隊輸送司令部に転属し、テキサス州ダラスを拠点に国内の輸送便を運航した。 1942年12月、ベルエアクラフトのチーフテストパイロットである、ロバート・スタンレーから、プロダクションテストパイロットとして雇われた。ジョンストンは、試作段階の P-39 エアラコブラ、XP-63 キングコブラ、アメリカ発のジェット機 XP-59、エアラコメットを操縦した。ジョンストンは、 勤務中にカウボーイブーツとステッドソンハットを好んで着用していたことからテックスというニックネームで呼ばれていた。第二次世界大戦終結後、ジョンストンは社長のローレンス・ベルに掛け合って終戦で余った P-39 エアラコブラを2機購入してもらい、これを改造して自社の宣伝のために1946年のナショナルエアレースに出場させることにした。 2機の P-39 はコブラアイ、コブラ2と名付けられ、ジョンストンはコブラ2に、フライトテストのボスであるジャック・ウーラムスはコブラアイに、登場した。レースの前日、コブラアイは、キャノピーの故障が原因と推定される不具合により、オンタリオ湖に墜落し、ウーラムスは死亡した。ベルエアクラフト社の内部では、このままレースを続けるかどうかが議論されたが、 ジョンストンは、ウーラムスもレース出場を望んでいるだろうと主張した。コブラ2のクルーは徹夜で安全対策を施し、ジョンストンは、時速373マイルのレーススピード記録を、樹立して優勝した。ジョンストンは、ロケット推進の X-1 の設計に携わり、1947年5月22日には、マッハ0.72の速度で飛行した。 同年末、チャック・イエーガーが、この飛行機で音速の壁を破ったことで有名になった。X-1 プロジェクトが終了した後、ベルエアクラフト社はヘリコプターに参入することを決定した。ジョンストンは、ヘリコプターの操縦を学んだものの、固定翼機のテスト飛行をしたいと思っていた。1948年7月、ジョンストンは、ボーイングのテストパイロットに転職した。 B-47 ストラトジェットに乗り、B-52 ストラトフォートレスの試作機の初飛行の操縦を行った。ジョンストンは1955年8月7日、シアトル郊外のワシントン湖上空で、同社のジェット輸送機の試作機であるボーイング367から80でバレルロールを実演したことで知られている。ボーイングのビルアレン社長は、 シアトルの夏祭りであるシーフェアで行われる水蒸気エアレースに航空宇宙企業や航空会社の幹部を招きワシントン港を遊覧するヨットから観戦していた。事前にアレンはジョンストンに自社の新しい航空機でその上空をデモ飛行するように依頼した。そこでジョンストンは社長やその招待客の真上でバレルロールを行いシャンデルでコースを反転させ 帰りにもう一度バレルロールを行ったのである。翌週の月曜日、アレンはジョンストンを社長室に呼び出し、何をしたんだと尋ねた。ジョンストンは飛行機の売り込みをしましたと答えた。この一件で、ジョンストンはテストパイロットを辞めさせられることはなかった。 1960年から1963年まで、シアトルで宇宙偵察機 X-20 ダイナソアの開発のアシスタントプログラムマネージャーを務めた。1964年から1968年まで、フロリダ州。 ここはビーチにあるボーイングアトランティックテストセンターのマネージャーとしてミニットマンミサイルとアポロ計画に向けたルナオービターの開発に携わった。また NASA でもサターンロケットとアポロ計画を担当した。1968年ジョンストンはボーイング社を離れテックスジョンストン社トータルインフライトシミュレータ社エアロスペースラインズ社を経営した。エアロスペースラインズでは プレグナントグッピーと呼ばれる大型貫物機の製造と形式認定取得を担当した。1975年、ジョンストンは、かつての上司であるロバート・スタンレイと再会し、スタンレイ・アビエーションのチーフパイロットとなり、射出座席の開発を行った。1991年、ジョンストンは、作家のチャールズ・バートンと共にコロクテックス・ジョンストン。 ジェットエージテストパイロットを執筆した。ジョンストンは1998年10月29日にアルツハイマー病によりワシントン州スカジット郡マウントバーノンの老人ホームで亡くなった。ジョンストンは1993年に全米航空電動に電動入りした。映画博士の異常な愛情に登場するスリム・ピケンズが演じた。 B-52 パイロットの TJ、キング・コング・少佐のキャラクターは、ジョンストンのカウボーイスタイルの服装や破天荒な行動の影響を受けていると言われている。ありがとうございます。